名古屋市立名古屋小学校は、愛知県名古屋市西区幅下一丁目にある公立、小学校。2015年4月に、それまであった幅下小学校、名古屋小学校、厚生小学校の3校を統合して設立された。新校舎は3校のうち最も広い敷地を確保できる幅下小学校を解体後、北隣に隣接する幅下公園と合わせて一体で再整備し、 地上3階建て、延べ床面積7140平方メートルの新校舎を建設、体育館とプールについては、幅下小学校のものを改修して引き続き活用し2017年度より運用を開始した。幅下公園との間にあった指導は、高知拡張により廃止された。敷地内には、地下10メートル付近を、名古屋市営地下鉄鶴舞線のシールドトンネル2本が、通っている。 新校舎完成までの2年間は、旧校生小学校校舎を、西校舎、旧名古屋小学校校舎を、登校舎として、分散授業を行っていた。括弧内は、在任年度全域が、名古屋市西区。新校舎完成まで行われていた、分散授業では、旧校生小学校区は、西校舎、旧名古屋小学校区は、登校舎とし、旧幅下小学校区は、 西校舎を基本としつつ一部地域に居住する児童は、投校舎で分散授業を行っていた。ありがとうございます。